二人とも疲労が溜まっていたんでしょう。最近ママ遅くもするから休んでて。でもその前にね、キクロも逃せるの。ああじゃねえ、エヌメさんに仕向けるの。片方の抵抗が決めるチャンスなのに。血をつかむ子、一生黙ってよ。待ったよー。いるだけとはいえ、な格好苦しいかなって測りたいんだけど、うん、だからおでこで測る。額同士ならに戻らなきゃ。つい あの失礼してもいいだ。